はい久しぶりに撮るので緊張していてまっかなすいません新松です今回ちょっとあんまり大きい声で喋るとちょっと周りに聞こえちゃうのでまあ普通の声とちょっとまあねちょっと近くで話すので変に聞こえてたらすいませんということで今回はですねまあこちら本を買ってきたのはいつも通りなんですが今日は今日っていうかまあ今回その結構遠いところっていうか普段行ってない本屋に行きましてまあそこでねまあだから新作の本じゃないんですけど まあそれの紹介ですかね。これまでに発売してたんですけど、ちょっとね、まあ、ちょっとためらってたのを今回買ってきました。帯付きでね、まあ、初版だからってのもあるんですけど、まあいきましょうで。まずこちらからですね、呪術改正の公式ファンブック、こちらもね、もう結構時間が経っているんですが、まあ、初版、絶対初版とは言い切れないんですけど、大体もうこの帯付きのものが全然もうどこにもなくて、だから僕も発売日当日はもうなんか予約で売り切れみたいな感じで、だめでしたけど、今回残ってました。 まあ買ったところ渋谷なんですけど、渋谷新宿だったかな新宿なんですけど、東京ってすごいですね。で、帯付で通って僕も買いました。まあ、本紙全然読んでないから全然見れないんですけどね。はい。<laughs> そうしてですね、次こちら。はい。キジハーレムですね。こちらもね、ツイッターとかですごい見かけててずっと欲しいと思ってたんですけど、まあ、帯付きが見つからず、まあ、1巻だけね、帯付きで持っててもあれなんですけど、買いました。で、なんかその、なんてだろう。 そのボイスコミックっていうか声優の方が声当ててる漫画のやつが YouTube に上がっててまあその岡本さんとかね速水さんがやってるやつが良くていい感じですはい <laughs> まあラブコメっていうかこんな感じですねそのいろんなキャラを演じるヒロインと、まあ、ちょっと主人公の先輩が織りなす日常みたいなちゃんと読んでないから僕もねだから1巻読んでないじゃんちゃんと読んでないですねまあそういう感じです確か ほいそしてこちら、次。えー、っとね、手品先輩じゃねえや。えー、っと、はい。えー、賢者が仲間になったという本でして、まあ、2巻ですね。1巻はもう発売してまして、まあ、これもラブコメっちゃラブコメなんですけど、まあ、なんだろう。ヒロインたちがなんか、主人引きこもりの主人公と関わっていくみたいな感じでね、こんな感じで。トンク店が今回2枚ありまして、こちら買ってきました。で、まあ、1枚開けちゃいましょうか。どっち開けようかな。あ あ、こっち今日表紙もね出さないとちょっとあれなので,で結局読めないですもんねはいこんな感じでなってますで主人公の手が写って、はい、はい「アホカワなドワーフが仲間になりたそうにこっちを見てきる」はい、手白さんやっぱり前作のあれでしたねいいですよマガジンで僕読んでるので結構してるんですけどその内容自体はやっぱ買わないとねってことですで得点も2万あってね髪型とかちょっとあれが違う感じですね そしてはいこちらからいきましょう。はいえー、とシャングリラ・フロンティアの特装版ですね。2巻と6巻で僕2巻持ってたかもしれないんですけど買っちゃいました。持ってなかったという記憶にかけて。で、まあ、得点があるんですよ。得点ついてるから買ったんですけど、まあ、確かに、ね、1巻発売した当初全然なくてやっと見つけたやつ僕得点なしで買っちゃったんですよ。で、まあこういうのがあると知ってね、後々。 何だろうあ,あれだねちょっとあんま見せちゃうとあれだねその得点ペーパーで今回こっちにものってねついてますはいま特装版はね結構ねま初版とか関係なく帯びついてるのでま別に初版が絶対いいってわけじゃないんですけどねあんま帯なし僕は集められなくてま2巻と6巻を買いましたまこれもねゲーム系、まあ、ソウルアートオンラインとかにちょっと近いかもしれないですねフルダイブ系のゲームでありますはいでま特装版は この表紙がちょっとね黒くなってるんですけど普通の通常版たちは白いんですよ黒くなってましてまあ、このね確か小説だったかなが付いてるのが特装版になってますはい今ね6巻まで出てるこれがつい最近発売したやつですもう結構ねすごいですもう130万部突破ですってはいまだ1そう2巻買ってなかったから全然読み込めてないんですけどこれも楽しみですはい多いそして最後じゃねえなこちらですね はい、こちらねツイッターとかやってると広告に見えるかもしれないんですけどビーストテーマーの主人公がその最強種って呼ばれる女の子たちと契約してすごい力を手に入れるっていうとちょっとそれだけだとね誤解が生まれちゃうなまあちょっと追放され系ですねお前は使えないぞみたいな感じで主人公のビーストテーマー追放されたんですけどパーティーからでまあそのね最強種って呼ばれる、まあね、なんて言うんだろう猫耳族とかなんかね竜族だったかな 精霊族とかもいてそういう女の子たちと契約まあ助けたりするんですけどそう行動を共にすることによって主人公もその恩恵に預かって力を得るみたいな本来はねそのビソテイマーはその動物一体とかそういうのしかその契約っていうかできないんですけど主人公はそのまあ無自覚っていうかまあねこれぐらい普通だろうみたいな感じで多くのねその契約しちゃう感じでなんていうんだろうそうやって言うとちょっとあれですよねその ナロー系じゃないけどちょっとねちょっと嫌なんだろう、うん、うまくえないんですけどちょっとそういうのをねちょっとそういうのはいいやっていう人もいると思うんですけど全然そういうのじゃなくて本当にね面白くていやもうね俺なんかやっちゃいましたみたいな感じではないですはい別にバカにしてるとかじゃないんですけど僕も世界系とかねそういうの好きなんでね全然あなるほどって書いてあるねはいすごいおすすめででまあこれ多分初版でね何万部突破とか書いてないので初版だったので買いました まあねそのなんだっけマンガアップっていうアプリで確か読めるんですけどだもう全部読んでるんですけどまあこれでもやっぱね改めて読みたくなっちゃって買いましたおすすめですはいそしてこちら最後になっちゃいますが、はい、こちら「はセンのラブロック」というやつでま犬、あ、能バトルちょっとヒロアカダークなヒロアカっていうんですかね僕もねちょっと1話しか読めてないんですけどまあ、そのヒーロー社会っていうのがあって会社でみんなに英雄 呼ばれ,されてますごい英雄と呼ばれる人たちがいるんですけど本当はそいつらがちょっと悪いやつみたいな感じでやっている感じになっておりますで主人公これでね最初はなんかその落ちこぼれっていうか今日そのあダメだねちょっとあんま説明しちゃうとあれですねまあとりあえず面白いですでヒロインも可愛くてまあ、得点付きだからもうこの際買おうと思って買いましたで一、まあ、巻はちょっとと結構前に発売したんですけど、まあ、ランダムでね、まあ、開きましょうで得点のカードが2つありまして 一巻はその主人公と主人公の兄弟がいるんですけどまあ主人とカードがねその2種類のどっちかなんですよ確か記憶で合っていれば一巻の得点はまあいきましょうせーのほいあ,あよかったよかったそうこれが主人公の得点の方ですはいラブロックだからあれだねテロリスト側ってわけじゃないんですけど その英雄って呼ばれてる人たちと戦うために何だろうなんかその悪の組織みたいな感じに入って戦うみたいなちょっとダメだね <laughs> 全然喋ゃべれねえ、まあそんな感じですで2巻の得点もね私と違ってねなんかそ,うそのヒーローの男ヒーローの集合のやつと女の子たち水着のアレみたいな感じだったっけランダムがちょっとやっぱ悔しくておでもう出ちゃってねはいこんな感じですはいまあ、こっちは惜しかったので良かったです はい、衛星のラブロックね英雄募集って出てますねでもこれあれかなヒーロー側か,からないちょっとねちゃんと読んで1話しか読めてないのでそう主人公が最後力に覚醒するところで僕止まってるんですよのでわからないんですけどまあこれから読みますおすすめですはいダメだねちょっと久しぶりに話すと全然話せねえやいつも話せてるだけじゃないんですけどまあそういうわけでして得点もね集めないといけないしなかなか大変ですよはいということでまあ そんな感じで,です、ね、ラブコメン作品ばっかですけど、まあ、皆さんもぜひねラブコメンの波に飲まれていただければと思いますそうだから1巻しか集められてなかったりね最終巻だけ買ったりしてるものもあるんですけどやっぱちょっとそういうの良くないと思いますだからなんか帯なしで揃えるのもなって、ね、この気持ち分かってくれる人がいるといいんですけどはいということでね、まあ、この中だと、まあ、全部おすすめですけどちょっと特にこれちゃんと読んでるっていう意味で これちょっっと知ってるのでねこのビーストテーマ面白いので皆さんも是非キャラも可愛いしね絵もうまいんでちょっと上から目線になっちゃうんですけど言い方がこんな感じでなります、はい。ということで以上で終わりたいと思います。はいいありがとうございましたさらば